こんにちは、ヒコウエモンです。このガチャガチャ、バジェットガエルがいるんで絶対ゲットしたいですね。ただどうもウーパールーパー推しみたいで、回しても回してもウーパールーパーが出てきます。あと1回400円するんで困ったものですね。とんでもないガチャガチャです。プロフォースの M が届いたんで今回使ってみたいと思います。 S と比べるとやっぱり吸引力が違いますね。こっちの方が全然いいです。魚やエビを吸い込まないように注意しないといけませんね。ヒーターとフィルターを切るのを忘れてました。水替えをした直後は大和沼エビや、普段あんまり動かないグラミーが結構暴れます。どんなに水がきれいでも水槽の内部に苔が生えてると濁って見えるので、メラミンスポンジできれいにします。最近エビとかいろいろ食べさせたんで、なんだかデブになったような気がしますね。
暗いところにいて急に電気をつけるとこんな色合いになってます。ご視聴ありがとうございました。